足痩せに効果的なエクササイズやっていきましょう。楽に足の力を抜いてパカッと開いてください。反対の足がねついていかないように止めておいてくださいね。もし膝が下まで降りなくてもいける範囲でいいです。筋肉が慣れてくると開けてきます。内ももがね硬いとどうしてもね足の歪みに関係してきますから、内外前後ろとバランスがねすごい大事です。へい、でこのまま足閉じて両足パタッと開いたら戻していきます。また足の力をね抜く。もし足がねこれぐらいしかいかんよって方もね、力を抜いてねできるだけ痛くないよっていう感じで、伸びていいよっていう感じでね、自分に暗示していくとねだんだん開けていきますからね。結構ね内ももの内転筋の方がねこう突っ張る感じがあると思う。この筋だからね、できるだけ脱力する感じがいいですね。クールしてください。はい、OK。で、この足閉じてね、両足左右に倒していきます。ゆっくりいきましょう。できるだけね、肩が床から離れないようにね、足を左右に倒してください。やっていきましょう。その調子ですよ。最後までいこう。よっしゃ、ちょっと伸びるね腰が。で今度は起き上がります。膝立ちの状態で前後に動いていきます。さあ行きましょう。しっかり前屈してね、もも裏ふくらはぎしっかり伸ばしてください。ここ硬いしと足細くなりません。やっぱりねこのもも裏とね前ももバランスが良くないと、やっぱり使われる筋肉とね使われない筋肉の差がすごい広がってきますからね、しっかりね動いてください。息しっかりね上げながらねやるとね、カロリーもしっかり使えますよ。もし膝痛い人タオル引いてくださいね。結構きついですよねこれね。 OK、 ちょっと呼吸を戻しながら足反対に変えましょう。呼吸をね戻しながら行きましょう。じゃあ行きましょう。よし、しっかりね体を前に出して、ももお尻鍛えながら後ろのね足の腸腰筋伸ばして、前屈するときはしっかりねふくらはぎもも裏伸ばしていきましょう。これは結構きついんですよね、これね。立ってやるメニューぐらいきついよね、これね。もも裏硬い人結構しんどいかも、これね。ちょっと、食器ジャンベ向いて寝ましょう。そして今度はね、お尻を持ち上げてね、これ足をね、交互に上げます。できるだけ膝をねピーンと伸ばしてください。このもも裏のストレッチがねかかります。もも裏が硬いとどうしてもね前ももがねパンパンになってしまうんですよ。
構これもきついよね。膝がやっぱこうやって曲がっちゃう人もね多分多いと思う。だからまあ別にね全然膝伸びんよって感じでもね真似だけしてください。腰痛い場合はねちょっとこうやってお尻支えてもいいです。よし、オッケー。このつま先をね外向けましょう。お尻を持ち上げたらね内外動かします。内外これ結構一種目がね45秒あるんでね結構きついと思う。腰の筋肉も結構いりますからねこれね。できるだけねお尻を高く上げて結構このねお尻の横の方股関節のね足の付け根の方がね痛かったら効いてます。小殿筋中殿筋ってね弱い部分を鍛えてますよ。これすごい大事。閉じるの開くのね片っぽ辛い方があると思います。辛い方頑張って。よし、オッケー。今度はねこっからねちょっとお尻を上げて骨盤をこのように動かします。この手はね使っても使わなくてもいいんですけどちょっと使った方がねこう分かりやすいかも。これ1回ずつねゆーっと息吐きながら。骨盤のね角度っていうのがねやっぱりね前傾後傾だったら足の筋肉バランス悪くなりますからね。わくる。吐きながら少し。よし、オッケー。横の膝立ちです。足をね、カエルにします。こっから、お尻を下げたら、起きる。お尻下げたら、起きる。起きるときにね、さっきみたいに骨盤をね、ぐーっと起こすイメージね。やっぱ骨盤がね、前、後ろ、傾いてる人が多いですからね。これがまっすぐになるとね、ほんと、自然と足細くなるんですけどね。やっぱり腹筋がね弱いとか腰が硬いとかねおもら硬いとかねいろんなことが関係して骨盤がね傾きますからね。それを整えて足出せ成功です。短い時間でもきついね。よっしゃ、オッケー。お疲れ様でした。皆さんよく頑張ってくれました。ありがとうございました。いやー